大変お待たせいたしました。ただいまより第42回2020年度国際交通安全学会学会賞贈呈式を開催させていただきます。第2部は同時通訳の視聴が可能になります。同時通訳を視聴される場合は、Zoom のメニューより通訳ボタンを押していただき、ご希望の言語を選択してください。本日、受賞者としてご出席いただいている方をご紹介いたします。受賞者の皆様、ビデオをオンにしていただけますようお願いいたします。著作部門、株式会社マーステックジャパン代表取締役、日高陽介様。計量計画研究所、二次研研究本部企画戦略部牧村和彦様、日本総合研究所総発戦略センターシニアスペシャリスト井上武和様、自動車新聞社代表取締役兼リガーレ編集長井上恵三様、専修大学商学部教授太田和弘様、関西大学経済学部教授宇都宮清人様。論文部門、リサーチアソシエイト、Department of Transportation Planning and Engineering、National Technical University of Athens、アポストロス・ジアコーポーロス様。レクチャラー、アシスタントプロフェッサー、In Transport Systems、School of Architecture、Building and Civil Engineering、ラフバラ・ユニバーシティ、アサナーシオス・セオフィラートス様。アシスタントプロフェッサー、Faculty of Technology、Policy and Management、デルフト・ユニバーシティ・オブ・テクノロジー、エレオノーラ・パパディミトリオ様。プロフェッサー、Department of Transportation Planning and Engineering、National Technical University of Athens、ジョージアニス様。以上の方々です。受賞者の皆様、ビデオをオフにしていただけますようお願いいたします。また、国際交通安全学会より参加しておりますのは、国際交通安全学会会長竹内和彦、法相女性部会委員会委員長中村文彦、国際交通安全学会専務理事鎌田聡、国際交通安全学会常務理事橋健二、以上でございます。申し遅れましたが、第2部の司会は第1部に引き続き国際交通安全学会石川が務めます。よろしくお願いいたします。本日の式次第はご覧の通りとなっております。会長竹内からのご挨拶に続き、法相女性部会企画委員会委員長中村より学会賞の選考と審査の経過をご報告させていただきます。学会賞の贈呈は著作部門、論文部門の順に会長の竹内より表彰状を贈呈いたします。本日は直接お渡しすることがかなわないため、画面にてご確認いただければと思います。受賞者の皆様へは表彰状と合わせクリスタル盾と副賞の賞金を贈呈いたします。それではまずはじめに国際交通安全学会会長竹内和彦よりご挨拶申し上げます。竹内会長、よろしくお願いいたします。国際交通安全学会会長の竹内でございます。
第42回の国際交通安全学会賞贈呈を行うにあたり、一言皆様方にご挨拶を申し上げたいと思います。当学会の褒章事業は1974年の学会設立と同時に設けられましたが、第1回の学会賞贈呈が実際に行われたのはその5年後の1979年のことでございました。それは当学会として人様を褒章することができるためには、まず自らがそれにふさわしい公益法人であることを広く世の中に認めていただかなければならないという、そういう強い思いがあったためでございます。おかげさまで今回で42回目の褒章ができるということになりまして、受賞者の皆様方からも大変喜んでいただけ、またこの分野では権威のある賞として認めていただけるようになったというふうに自負しております。今回の褒章におきましても、これまでの伝統の上にそれぞれの分野で搾取した実績を挙げられた方々が選考されました。受賞されました皆様方に心より敬意を表しますとともに、今後のさらなる研鑽を祈念いたしたいと存じます。これまでの多くの受賞者が挙げられた優れた業績と適切厳正な審査に当たられた選考委員の皆さん方のご努力に大物であります。学会長としてここに改めて御礼を申し上げます。本年も新型コロナウイルス感染症への対応によりリモートによる贈呈式を行うということになりました。例年ですと贈呈式の後で皆さんとお話しする場として意見交換会を行わせていただき、またその場で皆さん方のご業績のさまざまなその背景を伺うことを私自身も大変楽しみにしておりますけれども、残念ながら今年も引き続いて見送らせていただくことになりました。当たり前のこととなりつつあるリモートでの開催でございますけれども、そうした交流の機会がないことだけは大変残念に思っているところでございます。新型コロナウイルスまだ収束せず、また感染の拡大の兆候すら見られるような状況でございますけれども、皆様方におかれましてはくれぐれもご健康にご留意をいただければと思います。最後に、日頃から本学会をご支援いただいております皆様におかれましては、今後とも本学会の活動に対して一層のご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げる次第でございます。どうもありがとうございました。竹内会長、ありがとうございました。続きまして、褒章女性部会企画委員会委員長中村文彦より学会賞の選考と審査の経過につきましてご報告いたします。中村委員長、お願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、褒章女性部会企画委員会委員長の中村文彦です。本日第42回の学会賞贈呈式が挙行できますことを喜ばしく存じます。ここに褒章に至るまでの経緯を報告させていただきます。本学会の褒章は業績、著作および論文の3部門に分かれており、それぞれ選考規定が設けられております。褒章候補は褒章女性部会企画委員会で選考し、会員の信任投票を経て理事会で最終決定されます。業績部門は交通とその安全に関して成果が顕著となった業績を対象としており、本年度は5件の候補についてヒアリング調査および審査を重ねてまいりましたが、残念ながら該当はございませんでした。著作部門は過去2年間の新版出版物の中からより良い交通社会を目指す優れた著作を選定するもので、今年度は候補書籍42点の中から
日高陽介氏、牧村和彦氏、井上武和氏、井上敬三氏、四氏協調書籍、ビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来、そして、太田和弘氏の日本の道路政策、経済学と政治学からの分析、宮城清人氏の地域公共交通の統合的政策、日曜比較から見える新時代の3件が選ばれました。ビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来は、近年着目されているマースについて、特に異業種との融合の可能性であるビヨンドマースを取り上げた内容になっています。マースの現状状況について、論文や公的組織によるロードマップやマスタープランなど実例を交えて俯瞰的に把握することで、システム構造と課題、そして可能性を読者で、紹介しています。これから、持続可能な日本版マースを構築していく上で、ムーアが提唱しているビジネスエコシステムを取り上げて、従来のプレイヤーの相互関係の再構築の必要性などを述べています。その上で、マースビジネスの領域として情報提供、予約決済などのアプリ提供のマースの基本構築領域、交通分野や都市地域交通の最適化、新しいモビリティの創出というディープマースの領域、交通と異業種との連携やスマートシティに関してのビヨンドマースの領域という3つの要点に整理しています。各交通業界の成長戦略、新たな連携による価値創出について、自動車業界のケースの出口戦略におけるマースとの関わりが取り上げられています。本書のタイトルにもなっている、各交通業界、自動車業界を超えて社会を構成するあらゆる分野との融合を果たすビヨンドマースというビジネスモデルの可能性にフォーカスを当てています。本書の前作にあたるマースモビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジでは、各分野におけるゲームチェンジを引き起こすキーワードの記述であった内容が、その後の2年間に具体化された実証モデルなどトレンドも織り交ぜて記述されているため、分野ごとのメリットや顕在化している問題点が読者にとって分かりやすく説明されています。 Google のスマートシティ構想のマスタープランをベースに自動運転社会が実現し、マースが普及した2030年以降の近未来の都市自体のリデザインと現状を照らし合わせることで、今後の進むべき方向性について提起しています。日高氏をはじめとして4名の協調ですが、各著者の専門性を生かした記述がされていて、全体トーンを調整しているために非常に読みやすくなっています。また本書の出版構成上、日経クロストレンド掲載記事の再編集部分を含む形になっていますが、本書全体構成に合わせて再編集した形上で掲載されているため、著書としての整合性や論理的な構成もしっかりとしています。以上のように、100年に一度と呼ばれているモビリティを取り巻く環境変化を見出すパワーワードであるビヨンドマースを分かりやすい構成とタイムリーな情報で取りまとめており、広い分野の読者を想定している点を高く評価いたしました。続きまして、日本の道路政策、経済学と政治学からの分析は、日本における戦後道路政策の全体像を描き、将来の在り方を展望した大著です。公正経済学と公共選択論の分析手法を組み合わせ、事実と推論の記述で全体を痛感し、現在の道路政策がなぜそうなっているのか、そして自動運転という新たな技術のフェーズがそれに何をもたらしうるのかを、著者のこれまでの交通経済学における研究実績や実務への参画も踏まえながら、極めて冷静に描き出しています。基本的視座を提示し、問題設定を行い、道路政策の歴史を概観し、全国ネットワークとしての高速道路の整備政策と料金政策を扱い、一般道路に関する国の整備政策と自動車関係諸税と道路特定財源制度を対象とし、日本道路公団の民営化と道路特定財源の一般財源化という2000年代の道路政策の改変を主題とし、考察を踏まえ、道路政策の今後を展望しています。著者は本書を痛感する視点として、制度を概説し、その背景にある政策理念を明らかにすること、ミクロ経済学による政策分析、
政治的意思決定の公共選択論による解釈を提示し、それに対応して理念、目的、制度、分析、評価、決定、政治を内容とする体系性を持った各説から構成されています。そしてこの体系性と相まって、各章各説で著者独自に作成したものも含め、図表が各所に適切に配置されていることや、政治決定の過程についての審議会での議論や国会審議の議論の解釈が分かりやすい文体で提示されていることによって、全体が415ページからなる専門書でありながら、専門をことにする読者にも興味を喚起し、その理解を、容易にする工夫も凝らされています。自動車交通の成熟化、大衆化が道路政策決定の難しさをもたらしている面を捉えて、今後の政策決定のあり方につき、道路の現場により近い道路信託機構を設立し、受益と負担の関係の明確化を図り、合わせて国会議決における党議拘束の緩和をするという提言がなされています。著者自身、分析視点としての公共選択論からすると、いずれも実現不可能と位置づけていらっしゃいますが、他方で自動運転技術の進展により、垂直統合された巨大システム、ハイパーオート会社が登場すれば、会社との交渉や会社への委託によって、道路政策に合理的な意思決定過程が生まれるのではないかとの展望を持って、本書は締めくくられています。この展望が、さまざまな学問分野での対話を促す格好の素材であることも含め、交通及び安全に関する諸問題を学際的に考察したことを評価いたしました。続いて、地域公共交通の統合的政策、日曜比較から見える新時代は、地域公共交通政策に関する著者の2013年以降の発表論文等をもとに、2017年度のウィーン工科大学在任中のオーストリアをはじめとする欧州各国での地域公共交通の取り組みに関する研究調査活動成果も盛り込み、これからの日本での統合的な地域公共交通の政策や、それに関する制度の在り方について論じた著作です。人口100万人未満の地方都市や大都市周辺における地域に焦点を当てて、日本と欧州、制度と実証という2つの軸で、政策の変遷の考察や定量的分析も組み込んで議論を進めている対策といえます。地域公共交通政策を議論する理由付けの整理から始まり、規制緩和政策の修正以降、交通政策基本法の下での模索を含む日本の地域交通政策の変遷、同じく主に21世紀以降の欧州の地域公共交通政策の変遷、地域公共交通政策における統合の考え方についての考察、オーストリアが実現した地域公共交通政策と財政支援の評価、費用便益分析の意義と限界を踏まえた地域公共交通の価値についての考察、および地域鉄道での価値の測定に関する分析、ソーシャルキャピタルと地域公共交通の関係についての概念整理とマクロデータによる実証、地域公共交通がソーシャルキャピタルに与える影響についての日本とオーストリアにおけるケーススタディに基づいた実証、ドイツ、フランス、日本のデータを用いた交通政策による地域公共交通の利用者像の可能性についての分析、以上に基づいた総括としての地域公共交通の統合的政策実現に向けたまとめから構成されています。日本及び欧州各国における2000年以降の地域公共交通政策の変遷について、多くの資料に基づいて正確に記載され、分かりやすく説明されているため、研究者のみならず、実務者にも読みやすく、読み応えのある記述となっていることを指摘できます。統合、ソーシャルキャピタルといった重要な概念については、多くの文献を引用しながら、地域公共交通政策の文脈で分かりやすく議論を展開している点を挙げることができます。特に実務者や諸学者の理解を助け、かつ専門的な研究者の視点にも十分答えうる内容となっています。さらに、アンケート調査やマクロ統計データを用いた定量的分析を行っている点も特徴的です。実証分析の章を加えることで、データに基づいた実証という観点でも、地域公共交通政策の分野で考えなければいけない点を具体的に指摘しています。
地域公共交通政策に携わっている研究者や実務者にとって、本書はこの20年間の政策の変遷、欧州事例からの学び方、関連する政策分析の方法など多くのことを学べるとともに、公共交通さえ良ければ良いわけではなく、地域のための公共交通政策の模索であるというところからぶれることなく、統合的政策の在り方を考えていく機会を与えてくれます。以上のように、地域公共交通政策の動向や論点、課題を実証的かつ学術的にまとめている点を評価いたしました。論文部門は本学会の学会誌イヤッツレビューおよび英文論文集イヤッツリサーチに掲載された論文の中から優れた論文の執筆者を検証するものです。本年度はイヤッツレビューボリューム44、ナンバー23、ボリューム45ナンバー1に掲載された論文及び論説10編、イヤッツリサーチボリューム43、ですね、ボリューム43、イシュー3、イシュー4、ボリューム44、イシュー1、イシュー2に掲載された論文35編について各委員が査読をいたしました。候補45編の中から、アポストロス・ジアコーポルスさん、そして、アサナシオス・セオフィリアトスさん、それからエレオノラ・パパディミトーディさん、そしてジョージ・ヤニスさん、4種の共著論文、A Meta-analysis of Impact of Operating in Vehicle Information Systems on Road Safety が選ばれました。交通事故の削減にあたり、主要な事故原因についての基礎知見は極めて重要です。とりわけ、次世代型の新技術を導入した場合、それに伴う事故については未知な側面が多く、そうした新しい種類の事故として、交通安全研究において近年大きく注目されているのが、走行中の車載情報システムなどの車載システムの操作を原因とする事故です。これまでも車載システムの操作に伴う事故に着目した実証研究が進められてきました。しかし、それらはいずれも部分的なサンプル研究に過ぎず、母集団からランダム抽出された豊富なデータに基づく実証研究ではありませんでした。その結果、車載システムの操作に伴う事故がどの程度の頻度で生じているのかという重要な指標が研究ごとに異なっているという問題があり、走行中の車載システムの操作に伴う交通事故対策についての基礎的な検討が困難となっていました。この問題と課題に着目し、車載システムの操作に伴う交通事故のより効果的な対策を検討することと期とし、交通安全研究においてはこれまで適用した先例がほとんど認められてこなかった、ランダム効果メタ分析という方法論を用いています。そしてこれまでの交通安全研究の歴史の中で報告されてきた実証データの中で活用可能なものをすべて活用しつつ、車載システムの操作に伴う交通事故についての信頼性の高い実証的知見を得ています。この研究で活用されたランダム効果メタ分析という方法は、行動科学研究等においては一般的な伝統手法であり、異なる実証研究データを同一の母集団から異なるサンプリングで抽出されたデータであるとみなして、より正確に母数の推計を行う統計技法です。その結果、交通事故全体の 1.66% が車載システムの操作が原因であると推計しています。なお、企業研究ではその割合の報告値は 0.2% から 2.46% と、その水準を絞り切ることが困難でした。仮にそれが 0.2% であれば極めて謹慎であり、それを低減させるために必ずしも大規模な努力は必要でないと判断されることもありえますが、 1.66% なら謹慎とは言えず、今後の対策が重要であるという結論を導くことができます。一方、プロドライバーの場合、その割合が 0.60% と約3分の1程度の水準にまで下落することも併せて明らかにしています。このことは、運転スキルの向上で車載システムの操作事故が軽減できることを示していると言えます。このように、本研究はこれまでの研究では明らかでなかった交通安全研究所の重要知見を画期的とも言える新しい方法で明らかにすることに成功しています。本論文は学術的かつ実践的な意義から交通安全研究に大きく貢献を果たしました。以上が今回の選考結果の概要です。受賞者の方々の努力と優れた成果に対して深
深く敬意を表すとともに心からお喜び申し上げます。中村委員長ありがとうございました。それではただいまより国際交通安全学会学会賞の贈呈に入らせていただきます。まずは著作部門です。本年度は3件ございます。1件目の受賞は著書名ビヨンドマース日本から始まる新モビリティ改革モビリティ革命移動と都市の未来です。こちらは4紙協調書籍です。受賞者は株式会社マーステックジャパン代表取締役日高陽介様、軽量計画研究所理事兼研究本部企画戦略部企画戦略部長牧村和彦様、日本総合研究所総発戦略センターシニアスペシャリスト井上武和様、自動車新聞社代表取締役兼リガーレ編集長井上慶三様です。それではまず日高陽介様に会長の竹内より表彰状贈呈いたします。日高様、ビデオとマイクをオンにしていただけますようお願いいたします。国際交通安全学会賞著作部門ビヨンドマース日本から始まる新モビリティ未来、日高陽介殿、貴殿は表記の事業に関し優れた業績を挙げられ、理想的な交通社会の実現に寄与するところ多大であります。貴殿のご努力に敬意を表し、ここにその成果を称え、これを称します。2021年4月9日公益財団法人国際交通安全学会会長竹内和彦、大変おめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。それでは日高様、ご挨拶をお願いいたします。はい、この度は AR 賞 ありがとうございます。この後協調のメンバーからの挨拶もありますので、私からはその全体像についてお話し、御礼含めてご説明させていただきます。今回ビヨンドマースという本ございますけど、こちら2冊目でございまして、最初はマースという本で、特に海外でですね、交通の中にデジタル化が入ってきて、鉄道とか自動車ではなくて、やっぱりモビリティという人が移動したいというニーズに対して、そこにモビリティ全体でどういうリソースを当てはめていくかと、最初フィンランドで始まりましたけれども、やはり海外でさまざまな取り組みがなされていて、で僕らとしても共通者4人含めてですね、非常にそこのダイナミズムに対して魅力を感じて、でぜひこれはこういう動きをですねテクニカルに伝えることも大事ですけど、やはりこの面白さ、交通がどう変わっていくかっていうところをできるだけ分かりやすく、かつ未来志向でいろんな方に伝えられればと思っておりました。でもちろん欧州、東アジアとか、北米含めてですね、交通の中では各国で仕組みも違いますし、文化や慣習も違いますけれども、ただデジタルの領域となりますと、多くがそれを参考にできる事例もあると思いましたので、できるだけそれを海外の事例、もちろん英語で論文が読める方はいいですけれども、日本の中で、手軽にですね、こういうマースの世界観が分かりやすく、かつ実践的にですね、これをやるときにこれをリファレンスしてもらえるようなものを目指して記載をしておりました。で我々としても、この年著作部門という形で受賞できたことを契機にですね、プレイヤーとしてもこういうビヨンドマースの社会像というものを作っていければというふうに思っております。以上でご挨拶を終えさせていただきます。今回はどうもありがとうございました。日高様ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただきますようお願いいたします。続きまして松村和彦様に会長の竹内より表彰状を贈呈いたします。牧村様、ビデオとマイクをオンにしていただきますようお願いいたします。牧村和彦殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは牧村様、ご挨拶をお願いいたします。
竹内会長はじめ中村委員長、また医薬関係者の皆様、このような場を設けていただきまして本当に感謝申し上げます。また先ほど中村委員長からはですね、身に余る選考結果ご報告いただきまして誠に恐れ入ります。ありがとうございます。この本の執筆に至った私なりの思いですけども、特に2000年頃から将来ビジョンを語るということが日本ではですね、極端に少なくなったというような印象がございます。そんな中で諸先輩方を含めてですね、20年30年先を描き、将来想定される課題に対して先手先手で手を打っていくと、あるいはこれまで打ってきたということがあったと思いますし、それ一方ですね、日本はまだ現在ですね、非常に短期のマネジメントが続いていて、負のスパイラルからなかなか脱却できないでいるというふうに私なりには認識をしております。そんな問題認識がございました。一方で欧米ではですね、長期戦略と短期戦略、連動させながらアジャイルでタクティカルな取り組みを進めていると、持続可能な社会と経済成長ですね、うまくバランスを模索しながら交通政策ですとか、あるいはデジタルな政策に邁進推進しているというふうに考えております。一層スピード感が求められておりますし、モビリティを取り巻く動向にこれから日本がどう向き合っていき、どう対処していったらいいかと、そんな思いでこのビヨンドマースという本を執筆させていただきました。この本を通してですね、さまざまな今全国で新しい方々、今まで一緒になったことがない方々とですね、協業が始まっております。そういったビヨンドマースの先にはですね、事故のない世界、笑顔がですね量産されるような社会が必ず待っているというふうに私は信じております。医薬というですね、名誉ある学会賞をいただきまして誠にありがとうございました。さらに精進しまして安全安心な社会の実現に邁進していきたいというふうに考えております。どうもありがとうございました。牧村様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただきますようお願いいたします。続きまして、井上武一様に会長の竹内より表彰状贈呈いたします。井上様、ビデオとマイクをオンにしていただきますようお願いいたします。井上武一殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは井上様、ご挨拶をお願いいたします。 ありがとうございます。このような栄えある賞を頂戴し、誠に感激しております。私ですね、交通の専門家というよりももともと農学部でございまして、交通の部分というのは、分野というのはですね、本当に始めたものでございます。で、なんで交通に行ったかというと、結局郊外とか地方のですね、暮らしの安全保障において、やっぱり交通というのがどうしても必要だということですね。そこに自動運転とかマースとか新しいものが入ってくることによって、ようやくこういうものをうまく使っていけば、地方の暮らしも安全に安心に保てるかもしれないと、そういう思いから交通の分野に入ってきた、そういう素人でございます。でもその素人がこういうような本を書かせていただけるというようなところもですね、やっぱりこの今のデジタル革命の時代の象徴なのかなというふうに思っております。もう一つ、農学部で勉強したということで、すごく農学の知識がこの時代になって生きてきてるなというふうに思っているのは、生態学の知識でございます。ビヨンドマースの中でもエコシステムの議論をさせていただきましたけれども、やはりIoT とかデジタルになって、こういろんなものが統合されていくと、この自然のエコシステムに非常に近づいてくるなという感覚がすごくあります。なので私自身、社会のシステムを考える上で、自然のエコシステムというのはずっと象徴的なものとして考えてきたんですけど、そこに近づけていける。で、同時にそのエコシステムになるためには本当にリアルな関係性をいかなきゃいけない。そういう意味でも、3つ顧問です。公共交通、ある種の顧問なんだ、人間が一生懸命顧問として守っていかなきゃいけない領域が交通だというふうに思っています。
そういうようなことを思いからですね、この MaaS という新しい分野で、なんとかそのみんなで新しい社会を作っていくためには、新しい顧問としてこの MaaS を提案したかったというような部分があります。最後に指示なんですけど、実はこの会長ですね、竹内会長がやっておられるということで、非常にびっくりしまして、実は私、大学の時竹内先生の授業を受けておりまして、竹内先生は本当に憧れの先生だったので、こういう形でお目にかかれることを大変光栄に思っております。どうもありがとうございました。井上様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただけますようお願いいたします。続きまして、井上敬三様に会長の竹内より表彰状贈呈いたします。井上様、ビデオとマイクをオンにしていただけますようお願いいたします。井上敬三殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。それでは井上様、ご挨拶をお願いいたします。はい、ご紹介いただきました。ありがとうございます。この度このようなですね、栄誉のある賞をいただきまして、本当に感激しております。私自身はですね、自動車新聞社といういわゆる専門媒体を2012年頃からですね、ミカレという媒体を立ち上げまして、その当時まだまだ日本の国内では自動車産業というところが、モビリティサービスという言葉、まだまだ国内ではなかった頃に、リガーレという媒体の専門媒体を立ち上げました。きっかけはやっぱりヨーロッパを取材させていただいたときにですね、向こうではやはり街づくりとモビリティの話、サービスの話が一緒になんか議論されていると。日本ってやはりそこがこう独立しているのではないかなという違和感というのをその当時感じたのがあります。で、それを踏まえてですね、国内でもこういった取り組みをもう少し紹介していきたいというところで、紹介し始めたところですね、いろんな自動車メーカーさんをはじめですね、少しずつですね、そういった取り組みをされる交通事業者様が増えてきたというところがあります。IT 企業の様も3人も増えてきておりまして、そういったそのビジネスのプレイヤーが少しずつ増えてくる中でですね、実際にこういったその、ビヨンドマウスの世界を実現していくためにですね、どういった、きっかけというか、取っかかりになるもの、というものは実際何なのか、それがどういう世界観で生まれてくるのかというところをやはり情報提供としてきちんとしていきたいなと思っています。で、そういうところが次のですね、日本のこの自動車産業のところとか、やはり交通産業、あとは引いてはですね、交通持続可能なモデルであったりとか、交通安全というところにもつながってくると思いますので、そういうところに一つずつですね、きちんと情報提供していきながら、私の自分の会社であるリガーレというところの目標と、今回の賞を機にですね、さらにその情報発信、皆様とのこの英知を結集していって、ビヨンドマウスの世界を実現したいなと思っています。この度どうぞありがとうございました。井上様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただけますようお願いいたします。著作部門2件目の受賞は、著書名、日本の道路政策、経済学と政治学からの分析です。受賞者は、専修大学商学部教授、太田和弘様です。太田様は本日会場にお越しいただいております。太田様、演題を進みください。国際交通安全学会賞著作部門日本の道路政策経済学と政治学からの分析太田和弘殿貴殿は表記の事業に関し優れた業績を挙げられ理想的な交通社会の実現に寄与するところを多大であります。貴殿のご努力に敬意を表しここにその成果を称えこれを称します。2021年4月9日公益財団法人国際交通安全学会会長竹内和彦おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。それでは太田様ご挨拶をお願いいたします。ご挨拶させていただきます。どうもありがとうございました。
非常に嬉しいというのが正直なところでございまして、嬉しい理由が3点ございます。まず1点目は医薬の方の公正女性委員会の企画委員会の委員として、まあ、4年間候補策の選考をさせていただきまして、4年のうち3年間は実は受賞策がなかったと。でかなり審査厳しいです。で、特に学際性の確認が非常にチェックが厳しくてですね、そういう意味では竹内先生が会長からお話ありましたように、権威ある学会賞になっているという意味はやはり選考の厳しさがあるということで、もう単純に本当に単純に嬉しいというのが第1点目でございます。で、2点目は昨年6月に刊行しまして、すでに書評をいくつかいただいております。で、表をこうやって読ませていただいて、まあ、単なる紹介にとどまっているものもかなりあるということもあるんですけども、今回いただきました表っていうのは非常にこれまでなんか一番私の意図を組んでいただいたもので、非常に嬉しく思っております。今日は要約版を中村先生の方からご紹介いただきましたけど、完全な文章の方はイヤーズの方のホームページで公開されると思いますが、それは非常に私嬉しかったというのが2点目の嬉しかった理由です。で、3点目はそれに関連するんですけれども、昨年還暦になりまして、それで本を出したんで、もうこれでいいや終わりやというか、もうちょっとお休みしようかなというふうにちょっと思っていたのですが、先ほど表の最後のところにも書いてある表していただいたんですけど、展望の部分で今後のいろいろ議論をカルティベートするようなことが書いてあるというふうに表していただきました。で、実際その最後の展望の部分はちょっと軽いタッチで私自身書いたんですけれども、そのような材料になるとするならば、やはりこれちょっともう一度少しまとめ直して、もう一回皆さんに開陳をするべく、ちょっとやはりまとめてみようかなという気になりました。そういう意味じゃ新しいインセンティブを与えていただいたという意味でも非常に今回嬉しい受賞でありました。そういう意味で本当にありがとうございました。太田様、ありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。続きまして著作部門3件目の受賞は、著書名地域公共交通の統合的政策、日曜飛行から見える新時代です。受賞者は関西大学経済学部教授宇都宮喜也人様です。それでは宇都宮喜也人様に会長の竹内より表彰状を贈呈いたします。宇都宮様、ビデオとマイクをオンにしていただけますようお願いいたします。国際交通安全学会賞著作部門地域公共交通の統合的政策、日曜比較から見える新時代、宇都宮喜也人殿、貴殿は表記の事業に関し優れた業績を挙げられ、理想的な交通社会の実現に寄与するところ多大であります。貴殿のご努力に敬意を表し、ここにその成果を称え、これを称します。2021年4月9日公益財団法人国際交通安全学会会長竹内和彦、おめでとうございます。おめでとうございました。それでは宇都宮様、ご挨拶をお願いいたします。はい、この度は伝統ある国際交通安全学会賞をいただき本当にありがとうございます。また今回の報奨選考に携われた関係の皆様にも感謝申し上げます。まあ、交通に関してはですね、私今学会の賞をいただけたということは本当に嬉しく思っております。と言いますのも、まあ、私前の職が日本銀行というところで、まあ、経済学や統計学をベースに仕事はしておりましたが、まあ、交通は本職ではありませんでした。まあ、そういう意味で交通に関して、まあ、アマチュアの市民としてまあ発言してきたんですけれども、これを本職としたのはまあ10年前に大学に合職してからということで、まあ、今回の受賞はやっとまあプロの交通研究者として認められたのかなという、そういう思いがございます。まあ、本の内容はもう先ほど委員長の方から
非常に丁寧なご説明いただいたんですが、まあ、日曜比較という軸を考えたときにですね、一つ留意したことは、単にまあ制度を比較するのではなく、まあ、2000年頃から両者が時系列的にどう変化したのかということに一応注力しました。と言いますのは、まあ、結局海外の制度っていうのは、まあ、興味対象のにはなるんですけれども、実践的な政策論になるとどうしても歴史的な経緯が違うということで顧みられないことが多い。しかし実態はですね、公共交通をめぐる環境、都市地域の状況っていうのはやっぱり日本も欧州も非常に厳しい状況にあった。それをこの間どう政策展開が変わってきたのか、あるいは日本と違うのか、ここに今学ぶべき点があるかなと思った次第です。あとそれからちょっと実証分析についてもですね、一つだけ申し上げておきたいのは、実務で軽視されがちな数量化しにくい定石的な内容をですね、今回、まあ、定量化するということを私なりに試みたつもりです。その点は、まあ、強調したいなと。で、実はこれはですね、私自身が実は日銀、前職の日銀で物価統計を担当してきたことと、まあ、実は関係していてます。というのはですね、まあ、物価統計って案外知られてないんですけれども、価格を作るっていうのは単純に価格を集めるだけではありません。と言いますのは、このまあ目の前のパソコンにしてもスマホにしても、あるいはこの服にしてもですね、どんどん商品が変わってくる。そうなると価格を比較するためにはですね、品質と条件を一定にしなければいけない。つまり何をするかというと、物価統計を作る際にはまず最初にその品質を調整する、まさにそのクオリティを定性的に評価することから始めなければならない。まあ、こういうことをやってるんですね。で、まあ、例えば今回の本の中でもヘドニックアプローチのことを一言入れてます。で、なかなか交通の実務でヘドニック関数を使うっていうのは難しいんですけれども、そうすると日銀の物価統計の作成の現場ではそういったことが実践的に行われている。まあ、こういう問題意識をですね、私なりに交通の世界でぶつけてみたと、そういう内容になっております。まあ、とはいえですね、まあ、このエビデンスとしてで、こういった限界があるのも事実ですし、いろいろ、まあ、課題があります。まあ、にもかかわらず、今回、まあ、著作を表彰いただいたということはですね、まあ、さらに研究しろよということで、知った激励いただいたと思いますので、まあ、私も結構年取ってますけれども、まあ、今後も精進したいと思っております。引き続きご指導、ご鞭撻、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。篠宮様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただきますようお願いいたします。続きまして論文部門です。本年度は1件ございます。論文タイトルは A Meta-analysis of the Impacts of Operating in Vehicle Information Systems on Road Safety です。こちらは4名の方による協調論文です。受賞者は Research Associate Department of Transportation Planning and EngineeringNational Technical University of Athens, Apostolos Giacopoulos 様。Lecturer, Assistant Professor in Transport Systems, School of Architecture, Building and Civil Engineering, Rahubara University, Athanasios Theophilatos 様。Assistant Professor, Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology,エレオノーラ・パパディミトリオ様。プロフェッサー、Department of Transportation Planning and Engineering、National Technical University of Athens、ジョージ・ヤニス様です。それではまず、アポストロス・ジアコーポーロス様に、会長の竹内より表彰状を贈呈いたします。ジアコーポーロス様、ビデオとマイクをオンにしていただけますようお願いいたします。The Year's Award Best Paper Award A Meta-analysis of the Impacts of Operating in Vehicle Information Systems on Road Safety Apostolos Giacopoulos This award is presented to you for your outstanding paper, which represents an exceptional achievement in academic research and a valuable contribution to the realization of an ideal mobile society. April 9, 2021, International Association of Traffic and Safety Sciences, the President, Kazuhiko Takeuchi.
Congratulations. おめでとうございました。それでは、ジアコーポーロス様、ご挨拶をお願いいたします。Thank you very much, esteemed MIATS members, ladies and gentlemen. Thank you very much for presenting us with the 42nd Best Paper Award. We are greatly honored to receive such an acknowledgement of our scientific work from a prestigious and globally known association. We firmly believe in the importance of road safety research and new related analysis that will continue to come out. And starting from the academic domain, new knowledge can be transferred to real-world applications and to tangible and visible reductions in crashes and casualties, which is a goal that is shared by every country. The stagnation in road safety crashes being reduced during recent years highlights the need for intensified research efforts to return to reductions once again. And for these efforts to be effective, we need to standardize and condense research results that have been created so far. Once this process is complete, researchers can base future and more complex research topics on established and compact results. Our study conducted a literature review and applied meta-analysis techniques to focus on the overall effect of operating in vehicle information systems, IVIS, while driving on the absolute proportion of crashes. And we found that about 1.66% of total crashes and 0.6% of safety critical incidents for professional drivers are due to the IVIS operation. These results can be used in a number of ways. We can provide input for cost-benefit analysis in the future so that practitioners can meaningfully set priorities for crash reductions. Or we can set IVIS impacts under advisement when designing the interior of vehicles and such information systems and their layout. And of course, new and unexpected research can utilize our results as basis as well. The topic of IVIS is expected to become increasingly relevant with the advent of connected and autonomous vehicles. And the road safety community must be aware of added distraction levels and used by IVIS systems when operating cars of a higher technological level and when resuming driving from automated systems when navigation returns to the human drivers. We hope that we have contributed even slightly to a world with less crashes. Once again, thank you very much for the IATS Best Paper Award, and this inspires us to further increase our research activities. Thank you very much. ジャコーポーロス様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただきますようお願いいたします。続きまして、アサナーシオス・セオフィラートス様に会長の竹内より表彰状贈呈いたします。セオフィラートス様、ビデオとマイクをオンにしていただけますようお願いいたします。Hello, and thank you very much. We are very honored to get this award. It's not something that you get every day. Before speaking something, please allow me to... Give you this award. Athanasios Theophilatos, congratulations. ありがとうございました。それでは、セオフィラートス様、ご挨拶をお願いいたします。Yeah, apologies for my hurry. So thank you very much. We are deeply honored and truly happy for this award. It's not something that we get every day. And let me, if I may say a few things on the technical aspects of the paper. So this award was based on the Safety Cube project,
where we aimed to develop an innovative road safety decision support system. And we were always keeping the impact of our research in our mind. So we did some modeling, but we also had the impact and the true effect on people's lives. So what we actually did is that we carried out a qualitative but also quantitative synthesis of the literature. We carried out a meta-analysis. We calculated the overall estimates of the impact of IVs to absolute proportion of crashes. And we had to overcome some technical problems like publication bias and other problems that traditional meta-analysis face. We took into account all these impacts, and we were happy to present like a robust and important finding for road safety. I totally agree with Dr. Apostolos that in the era of autonomous vehicles, the topic of in-vehicle information systems might not seem like as a top priority, but it is something that we should considerably take into account more and more in the future. And for example, we have a lot of in-vehicle navigation devices. We will go step by step into full autonomy. We will not reach full autonomy right away. So from different levels of autonomy, we should be aware of distraction. And in that light, we feel that the current research increases the knowledge on the effect of in-vehicle devices. Thank you very much again. It was really an honor, and arigato. フィラートス様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただけますようお願いいたします。続きまして、パパディミトリオ様、ビデオとマイクをオンにしていただけますようお願いいたします。エレオノーラ・パパデミトゥーリオ、コングラチュレーションズ。ありがとうございました。それでは、パパデミトゥーリオ様、ご挨拶をお願いいたします。Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, I am very grateful and honored.To participate in the ceremony and receive this great recognition of our recent research on the impact of in-vehicle information systems on road safety. As Mr. Chairman of the Awards Committee mentioned, and also my co-author, this paper touches upon two important topics. One is distraction, one of the major road safety problems.We introduce more and more onboard systems and automation in the vehicle, aiming to assist drivers and eliminate these human factors that are known to be related to severe or fatal crashes. But sometimes these systems can also induce distraction to the driver, resulting in new risks. The second contribution,The second issue that this paper touches upon is methodological. It is the meta-analysis, a method that summarizes and synthesizes existing research in a quantitative way, in a statistical way, so that we can generalize the findings and draw some conclusions by bringing together the efforts of many scholars.On this, I would, of course, like to thank very much all my co-authors for this excellent collaboration, Dr. Ziakopoulos and Dr. Theophilatos for the scientific rigor in which they
they worked on this paper, and of course, Professor Yannis for his excellent contribution, supervision, and guidance. We have been working on road safety research with my co-authors for many years, and although in the recent years some of us have moved to other universities in other European countries, we still collaborate, and we will continue to collaborate in the future. One final note, I would also like to point out that I have the pleasure and honor to serve as a member of the editorial board in the IATS Research Journal since 2017. And I am very proud that this journal promotes scientific excellence in road safety research by covering a wide range of topics, bringing together researchers from different regions over the globe. And the important efforts and the quality of the journal is also visible by the steadily increasing performance of the journal in academic rankings. And therefore, I look very much forward to continuing my contribution to this journal as an editor and as an author. So again, thank you very much. I'm very grateful for this award. ディミトリオ様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただけますようお願いいたします。続きまして、ジョージアニス様に会長の竹内より表彰状を贈呈いたします。ヤニス様、ビデオとマイクをオンにしていただけますようお願いいたします。ジョージアニス、I'm very glad to see you again.Congratulations. おめでとうございました。それでは、ヤニス様、ご挨拶をお願いいたします。Dear esteemed IATS members, I would like to thank the International Association of Traffic and Safety Sciences for this great honor.This award is an important recognition of our work as it comes from one of the most famous and long-established road safety research organizations globally. Our Department of Transportation Planning and Engineering of the National Technical University of Athens is a center of research excellence on road safety with global recognition ranked very high in global academic rankings. We are very active on road safety research for more than 30 years.Covering all areas of road safety and mobility research, from human factors to infrastructure and vehicle technology and road safety management, including our contribution to all Greek and European road safety strategic plans since the early 90s. We have a major focus on road safety data management and analysis, having contributed to several global road safety initiatives like the development of the European and African road safety observatories.The PRACT and the Safety Cube Road Safety Decision Support Systems, and the United Nations Global Road Safety Model, SAFETS. During the last decade, we also focus on road safety digitalization, automation, and connectivity, and the awarded paper concerned research in the area of gradual transition to the new automation era. And at this paper, we try to address a great challenge to make a transferable synthesis of onboard systems,and their effects on road safety through the use of random effect meta-analysis. And of course, this award will certainly give us additional strength to continue working on new technology challenges for evidence-based decision support for safer traffic everywhere and for all. So we thank you again for this award, which we consider as an excellent opportunity to strengthen our cooperation and promote road safety research globally. Arigato.ヤニス様、ありがとうございました。ビデオとマイクはオフにしていただけますようお願いいたします。それではここで祝辞をいただいておりますのでご紹介いたします。まずは警察庁長官松本光弘様より祝辞をいただいております。
第42回国際交通安全学会賞の贈呈式にあたり受賞された皆様のご功績に深く敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお祝い申し上げます。また昭和49年の設立以来、国際的な視野を持って幅広く交通問題に取り組み、数多くの業績を挙げてこられている国際交通安全学会のご活躍に対しまして、心からの敬意を表したいと存じます。さて、昨年の交通事故による死者数は2839人、4年連続で現行の交通事故統計となった昭和23年以降の最少を更新して、初めて3000人を下回りました。しかしながら、今なお多くの尊い命が交通事故で失われていることには変わりはございません。本年は第11次交通安全基本計画がスタートする年であります。警察におきましても、各界、各層と連携しながら、交通安全施設などの整備や効果的な交通規制の推進、交通安全教育、悪質危険な交通違反の指導取り締まりなどの諸対策を総合的かつ強力に推進してまいりたいと考えております。今回受賞されました著作および論文はいずれも大変示唆に富むものでございまして、今後の交通安全対策に参考とさせていただきたいと考えております。皆様の研究取り組みの成果が今後の行政実務や経済活動の中において広く活用されることを心から願っております。結びに、皆様方のご健勝と国際交通安全学会の一層のご発展を記念いたしまして、私の祝辞といたします。松本長官、ありがとうございました。続きまして、内閣府大臣官房審議官難波健太様より祝辞をいただいております。内閣府大臣官房審議官の難波でございます。まずは国際交通安全学会賞を受賞された皆様、誠におめでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。本日受賞された皆様をはじめ、さまざまな個人や団体の皆様による交通安全に関する幅広い分野でのご尽力により、昨年の交通事故死者数は2839人と過去最少であった前年をさらに下回り、初めて3000人を下回る結果となりました。改めて感謝申し上げますとともに、こうした活動に着目し、学会賞をはじめこれらの活動の普及や支援を行っておられます国際交通安全学会の皆様に心から敬意と謝意を表する次第です。しかしながら、高齢運転者による事故、子どもが犠牲となる痛ましい事故が後を絶たず、令和2年までに24時間死者数を2500人以下とするという第10次交通安全基本計画の目標は遺憾ながら達成できなかったところです。政府では依然として厳しい交通事故情勢を踏まえ、新たに本年度から5年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱となる第11次交通安全基本計画を作成したところであり、同計画に基づき各種施策を強力に推進してまいります。今回受賞されました皆様の業績は、近年の交通情勢を取り巻く課題を踏まえた取り組みや研究であり、今後の交通安全対策に取り組んでいく上で大変参考になるものと考えております。受賞されました皆様、そして国際交通安全学会の皆様におかれましては、引き続き交通事故抑止をはじめとする交通諸問題の解決に向け、一層のご尽力とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様のさらなるご活躍を祈念いたします。
南波審議官、ありがとうございました。閉会にあたりまして、国際交通安全学会専務理事鎌田聡よりご挨拶申し上げます。鎌田専務理事、お願いいたします。専務理事の鎌田でございます。本日の学会賞贈呈式におきましては、著作部門3件、論文部門1件について学会賞の贈呈が行われました。大きな成果とその過程でのご労苦に対しまして改めて心から敬意を表したいと思います。受賞者の皆様方には大変お忙しいところ、海外からの方を含めまして皆様にご参加をいただきました。大変ありがとうございます。冒頭中村委員長から選考経過報告が行われたところでありますけれども、いずれも学際性国際性を旨とする当学会の褒章にふさわしい、そういった内容であろうかと思います。著作賞の3件につきましては、それぞれもちろん性格はいろいろ異なっておりますが、最近の政策や実務あるいは技術の流れを捉えて一歩踏み込んだ論考を行っているものであり、今後の議論の展開の基盤として大きな意義のあるものであろうと思います。また論文部門につきましては、工夫を凝らした手法によって信頼性の高い知見を獲得し、施策につなげようとするものでありまして、他の研究への刺激にもなるものと思われます。それぞれ学問としての発展や実務への反映等に大いに期待したいところであります。当学会では事業の遂行にあたりまして、実際性や社会への貢献、さらには先見性を重んじているところであります。こうした顕著な成果に対して賞を出させていただくということは我々にとって大変嬉しいことであります。また本日はコロナ禍の中でオンライン開催という形になったわけでありますけれども、松本警察庁長官、それから南波内閣府審議官からご多忙の中ビデオによるご祝辞をいただいたところであります。褒章の実施主体として改めて大きな責任を感じるとともに、学会のさらなる発展のためにも大きな励みになるものというふうに思います。改めて御礼を申し上げたいと思います。学会賞は42回にわたって実績を積み上げてきたわけでありますけれども、今後とも多くの関係者の信頼に応えられるように適切な運営に努めてまいりたいと思っております。本日は学会賞贈呈式の前に行われました研究調査発表会から引き続きご視聴いただいた方も多いかと思いますけれども、交通関係の研究者の方々のみならず、研究プロジェクトに参加していただいている方、あるいは行政関係者、関係団体、事業者の皆様など非常に幅広い分野の方々がご参加いただいたわけでありまして、主催者としまして心から感謝を申し上げたいと思います。今回完全オンラインという異例の形にはなりましたけれども、一方で将来の運営の改善に生かしていける要素も大変多いんじゃないかというふうに考えております。忌憚のないご意見や知った激励を賜ればありがたいというふうに思います。また当学会では秋に国際新募集も予定しているほか、今年度の研究調査プロジェクトもそれぞれ進展中であります。活動の制約がある状況下ではありますけれども、競争の場、共に作る競争の場としての役割を積極的に模索してまいりたいと思っております。今後とも当学会の活動に対するご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。終わりになりますが、ご参加いただきました皆様をはじめ多くの関係者のご努力によりまして、本日の会が無事開催できたということに対しまして御礼を申し上げますとともに、受賞された皆様や関係者の皆様が今後も素晴らしい成果を上げられるようにご期待申し上げ、合わせて皆様のますますのご健勝を記念いたしまして閉会のご挨拶に返させていただきます。大変ありがとうございました。鎌田専務理事、ありがとうございました。以上をもちまして、第42回国際交通安全学会学会賞贈呈式を終了させていただきます。本日は長時間にわたりご参加いただき、誠にありがとうございました。
今後とも当学会活動へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。